はい、良い子のみんな、お相撲は親お蝶のお兄さん、ヘビリンだよ、チェックということでございまして、大人の皆様こんにちは、斉藤ヘビソウです。今日もですね、大相撲今日の親お蝶ということで、私のですね、大相撲親お蝶の研究、ね、の、いよいよ最終章になります。大人になるということは境界を越えることのお話をしたいと思います。さて、これまでお相撲の親お蝶の見破り方を様々な角度から多面的に考察して説明をしてみた。ここまで来れば親お蝶というものが全て分かっていただけるだろう。相撲は基本的に親お蝶であり、単なる興行である、絶対に国技ではないということを理解していただけることだと思う。そこで最後に話題を変えてみよう。あなたはアメリカの映画レインメーカーを見たことがあるだろうかと私は聞いてみたい。もし見たことがないのなら、お相撲は親お蝶という判断をもとにしてぜひ見ることをお勧めしたい。俳優マット・デイモンが若き弁護士を演じるこの映画は、その根底で各界と通じると私は思っている。そのストーリーはざっとこうである。マット・デイモンはロースクールを卒業したばかりの新進弁護士。やっと見つけた法律事務所で働きながら、最初のケースとして保険金の不払い訴訟を受け持った。依頼人は低所得層の家庭の白血病の若者。彼は保険金が支払われれば骨髄移植を受けて助かることができる。しかし保険会社は支払いを拒否し、彼は訴訟半ばで死んでしまった。正義感と怖いもの知らずのマット・デイモンはその後保険会社の不正を暴き、会社側の悪徳弁護士のテレン・テクダにも惑わされず、ついに賠償金を勝ち取った。こういう話なのだが、注目すべきはこれが単なる保険業界の不正を暴いた物語ではないという点である。もちろん訴訟の過程で保険会社の金儲け第一の悪徳ビジネスぶりが次々と暴かれ、会社側の弁護士が勝つためには何でもするという堕落ぶりも描かれる。この点でいかにもアメリカ映画らしい正義が勝つストーリーなのだが、それだけで映画は終わっていない。法廷デビューで訴訟に勝ったマット・デイモンはたちまち有名になる。若き新進弁護士が華々しくデビューしたのだから、マスコミも放ってはおかない。ヒーローになったマット・デイモンのもとには依頼が殺到する。しかしマット・デイモンはあっさりと弁護士を辞めてしまうのだ。彼はこのたった1回の勝利で自分の将来を知ってしまう。マット・デイモンはこうつぶやく。これで僕も一人前の弁護士になった。しかしこれからはずっと勝つことを要求されるだろう。どんな手段を使っても勝つようにとオーダーされるだろう。そしてそうしているうちに僕はボーダーラインを越えてしまう。それはかつて僕が敵視した悪徳弁護士になる道だ。このマット・デイモンの姿を相撲力士とダブらせてみれば、私の言いたいことは分かってもらえるのだと思う。つまり最初はフェアプレイ、ガチンコで勝ち進んでもスターシステムという商業主義に乗っかってしまうと常に勝つことを要求され、やがて八百長に染まる。これは人気力士になった以上の宿命である。人間の世界では大人になるということはあるボーダーラインを超えるということである。相撲は日本の伝統文化という勝手な相撲協会の言い分で勝手に育んできたものであるが、そこにはこのような教訓もあると私は相撲協会に言いたい。それが分かれば相撲をもっと親お蝶を精査することにより相撲協会から公益を剥奪し、相撲協会を解散する道しるべとなることであるだろう。最後になります。あなたは相撲になぜ番付があるのを考えたことがありますか？その番付が東と西、東西に分かれていて、横綱や大関が何人もいることを不思議に思ったことはないでしょうか？私は相撲の八百長をどちらかというと否定的に捉えています。それは公益財団法人が絡んでいるからです。そして暴力団が背後にいるような相撲賭博の八百長相撲もあるからです。しかし
相撲というのは八百長相撲とガチンコ相撲があるということを糾弾するような姿勢を私は取り続けます。なぜなら相撲は歴史的に考えて約1500年日本の文化を色濃く反映した競技であるからです。実は日本文化の本質は八百長だと私は考えています。八百長というと言い過ぎかもしれないが、決着をつけないことと言った方がいいかもしれません。これは相撲の番付にも如実に現れています。現在は2011年現在は白鵬ちゃんの一人横綱が続いているが、これまで横綱は2人や3人もいることがザラだった。大関も関脇も何人もいて、番付といってもそれは必ずしも実力を表していない、要はお金のある人が勝つという方式をとっているのが近代相撲であるからである。相撲はスポーツではないという点で日本文化というふうに相撲協会は語っている。スポーツは優勝劣敗により一人のチャンピオン勝者を決めるために行われる。これがスポーツである。これは西洋文化では当たり前のことである。とすれば相撲の番付は完全にその機能から逸脱している。東西に横綱がいてはどちらが本当に強いかわからないわけである。大関が何人もいては本当に強いのは誰かわからないのである。また相撲には同部屋力士の取り組みもない。これもおかしな話である。つまりこれは日本文化という勝手に謳われている中で完全なる勝者を作ることを嫌っていることを指している。白黒をはっきりつけて誰が一番強いかを決めると日本というシステムは崩れてしまうわけである。たった一人のリーダーを決めてそれに従っていくということは日本の伝統的なシステムではないということである。なるべく争わず穏便に行く、これが日本人の典型的な気質である。例えば会社や組織でも社長やトップがお飾りだったり、派閥があって実力者同士が話し合ったりして物を決める場合が多い。よく問題にされる談合もまた同じこと。いくら問題にされようと談合がなくならないのはそれは日本人の性質そのものだからである。政治の世界でも日本に本当のリーダーシップを持った総理が出たことがあるでしょうか。番付とは言うがあれはランキングではない。わざわざ東と西を作り、横綱から小結びに至るまで2人以上の力士を選び、その秩序の中で全体を維持していくという巧妙なインチキである。欧米のスポーツに、いや社会全般にこうしたランキングは存在はしない。テニスにしてもゴルフにしてもランキングは必ず1位なら1人である。この観点からすれば日本はダブルスタンダードが、日本の相撲がダブルスタンダードが社会のシステムを機能させていると言える。例を挙げてみよう。島根県の隠岐の島には古来から行われてきたという柱相撲という行事がある。これは毎年春になると島の各村からチャンピオンが出場し、年に一度の島の横綱を決定する神事である。ところがこの横綱を選ぶための勝負は不思議なことに必ず2番勝負となっている。チャンピオンを決めるトーナメントなら2番勝負にする必要は全くないのに、なぜこうするのだろうか。おそらくそれは敗者に花を持たせるためで、決定的な優劣をつけるのをこの島全体が嫌うからだと思われる。これは相撲協会に非常に似た性質を持っている。そうでなければ勝負を必ず2番行う理由がない。この2番勝負はまず最初の勝負は完全な実力勝負、勝った方が勝ち進む権利を得る。そして次の2番目は先に勝った方が負けた方を勝たせるのである。つまり2番目の勝負は八百長で成立する。こうするとどの勝負も1勝1敗になってしまうが、確実に横綱は決まるというやり方。しかしスポーツならチャンピオンは全勝のはずが、この柱相撲では何敗もする。それがチャンピオンと言えるのでしょうか。こうなるともうこれは相撲協会の生きる知恵と同じということである。何百年も何千年も同じ島の中で共生してきた人々は便宜的にチャンピオンが欲しい。しかし本当のチャンピオンを選んでしまってはその村社会は崩壊してしまうというこの閉鎖的な考え方。こうして本当は誰が強いか分かっているにもかかわらず、外からは誰が強いのか分からないように勝敗を操作してしまうこの閉鎖性。
つまり談合して八百長をし、その社会の存続を図るためである。この閉鎖性をもう一度考えてみたい。これが相撲の八百長を成り立たせている本質だと私は考える。したがって本気で相撲の浄化を推し進めたら、まず一番最初に考えられることは、今ある日本の社会システムまで破壊しかねてしまわないということを考察してみよう。そのことが果たしてできるのだろうか。私はそれをしてみたいと考える。私は相撲の一日も早い解散を望んでいる。相撲の本質、今現在ある本質を叩き壊し、木っ端みじんにし、日本相撲協会から公益を剥奪し、解散をさせたいと考える次第である。ということでございました。さあ、いかがでしたでしょうか。これで、ですね、私の八百長の研究というのが終わります。もう約30数回にわたった報告でしたね。ご清聴ありがとうございました。本当にですね、あまりにも長すぎてですね、聞いていて飽きてしまったというお客様がほとんどだと思います。本当にですね、これが私のですね、八百長という お相撲が親百長というもののですね、基本ベースになった。ここにはですね、様々な関係者の方に謝辞を申し上げたいと思っています。一番感謝をしなくてはいけないのは、やっぱり板井圭介さんですね。板井圭介氏ですね。私が子供の頃に知り合った初めてのお相撲さんですね。そのお相撲さんが板井さんだったということなんですけれども、もういきなり親を長というところから入っていった方ですね。もうそれはそれはもう、そして私がですね、ある程度中学生とかになってくると、だん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 少し私も増せてきますから、板井さんの方にですね、江戸川区にありましたですね、お店ですね、板井さんのお店、板井圭介の店っていう店だったんですよ。分かりやすいですね、板井さんのお店って。普通しこ名をつけるとか、なんかこうお店の名前つけますでしょ。すごいですね、板井さんに、なんかこう例えばちゃんこ痛いとかって言わないんですかって、そんなの分かるわけないじゃない、人に言って。一番分かりやすいのは板井圭介の店ってつければいいんだよって。ああなるほどって僕は中学生の頃もって聞きましたね。そういうことでですね、そこに行ってですね、いろんなお話を伺ってですね、もう本当に私は僕はね、最初は本当相撲は親を長ってことはよくそんなに詳しくはなかったですけども、板井さんからさまざまな角度から多面的にですねお話を伺うことによって、本当にその僕のその親を長に対する相撲の見方というのが磨かれていくというか、精査されていくというかですね、先鋭的になっていく、アバンギャルドになっていくっていうのがもう自分でも手に取るように分かるようになりました。一時ですよ、ぐーっと。2011年の前にですね、この親王朝の研究はですね、実は出版するという話がありました。ところがですね、元大鳴門親方がですね、謎の死を遂げるということで、出版社の方がですね、斉藤先生これはまずいと、斉藤先生正直言ってこれはまずい、出したら斉藤先生も本当に殺されるということになって、もうお蔵入りになった研究文書だったんですね。でそれがですね、日の目を見たというのも、後日おかげさまで日の目を見たんですが、すぐ絶版になってしまうというですね、私の書いたものはすぐ商業、私のですね相撲関連に書いたものは書いた、商業出版はですねすぐ絶版になるというですね、非常にある意味プレミアムな、悪く言うとですね売り物にならないというですね商業出版なんですね。別に文体が悪いのか、書いている文章内容がよろしくないのかということになりますとですね、文章内容がですね過激すぎるっていうですね、でも嘘書いてないですよ、本当のこと書いてる、本当のことを書く、これはですね時代の流れですね。特にですね、2000年以降ですね、2010年以降ぐらいかな、日本がだんだんこうちょっと左傾化していきましてね、言いたい放題ができなくなったわけですよ。例えば分かりやすく言うと、私の動画の中で、言いますとね、板井さんがですね、関西の方のテレビでそこまで行って委員会っていうのが出演した時に、板井さんも本当のことをテレビで喋っちゃいましたね。
あれ今やったら大変なことになるんです。テレビではもうあれ絶対に今やれません。はい、あの時も板井さんはかなり警戒してたんです。ですからあの濁りガラスっていうんですか、あの濁りガラスの向こうで喋ったんですよね。顔出さなかったんですよ。濁りガラスの向こうで声だけの出演だったんです、あの時。なぜかというと、これはもうあのテレビ局もそうでしたし、まあ、板井さんの関係者、周りのね、あの板井さんを応援している方もそうでしたけども、板井さんもう絶対顔出したらダメって、ヤクザに間違いなく殺されるって、ここまで話したら間違いなく殺されるということがあったんですね。で、私もまあこのようなですね、商業出版を何冊か提出した、出版したことがありますが、もう私もやっぱり言われます。あの必ず斉藤先生殺されるからダメって、っていうと、まあ、それでも私、まあ、構わないからって出したら、まあ、すぐ絶版になるわけですね。さまざまなところから圧力がかかったという出版社の話があって、まあ、絶版になるわけですけれども、まあ、それでもどうなんでしょうね。もう昨今、ここ数年、ここ10年ぐらいかな、ここ10年以上、15年ぐらいかな、15年ぐらいはもう僕のような書式スタイルを取る相撲の物書きというのはもうダメでしょう。もう商業出版の依頼はないですね。うん、なぜかというと本当のことを話せなくなってるからです。それは日本というそのシステムがですよ。まあですからね、あのこうやって事実あれでしょ、僕もこうやって動画配信でこうやって話していてもですよ、もう今シーズン5ですよ、5回目ですね。もうさまざまなアンチがまとわりついて潰しにかけるでしょ、ね、面白がってやってますよね。まあ、その面白がってる人もね、私が違うねツイートキャスティングとかでね、あの自宅を晒されたりなんかしてるかわいそうな人もいますけどもね、まあ、私もやられたら必ずやり返しますから、こういう性格ですからね、あの絶対やり返しますからね、あの黙ってませんから、やられっぱなしじゃ済みませんからね、その方の本名だとか自宅を晒しますからね、私そういう性格ですから気をつけた方がいいですよということでございまして、まあなかなかね難しくなってきています。ですから今YouTube 等でもですね、 YouTube とかまあいろんなところでありますよね。いろんなこのお相撲さん、元お相撲さんがとかね、相撲関係者の方がいろいろお話しされている、そういう動画配信だとか、音声配信だとかあると思います。まあいろいろな角度でね、あのお客様は聞かれることだと思います。まあ本当か嘘かっていうのはよく分かりません。その方が見てきたり聞いてきたことを私一人一人尋ねてですね、それは本当なのって聞くわけにもいきません。まあ、ただ私の場合はあくまでも真実話してるだけだということはご理解いただけたらと思います。それでですね、相撲協会っていうのはですね、私がですね、なぜ親王朝がダメかっていうと、よくね、こう私端的に言ってるんですよ。八王朝というのは公益財団法人というその団体の成り立ちからしてですね、不正というものはもってのほかだというのはあるんですけれども、まず親王朝というのはですね、法律違反になりません。ですから親王朝をしていても別に逮捕されるとか書類送検されるとかっていうのはないんです。ところがですね、今の親王朝は昔の親王朝と違って金銭の授受があるわけです。金銭が動くんです。それも大きい金額動くんですよね、骨折りだけで20万とか、まあ本当に昇進だとか優勝がかかればですね、私もお話しさせていただいて200万300万一歩間違えたら2000万というのもあったわけですね。でそのもらったお金の方ですね、払ったお金もそうですし、払った側もそうですし、もらった側もそうですけど、この金銭の収賄贈賄授受があったものに対してこの人たちは税務申告してますか。例えばですね、年間1番に20万の親王朝のお金をもらったとしましょう。年間90番あったうち10番だけ八王朝をした、そして合計20万かける10番やって200万の収入が得た。例えばですよ、これ200万でも300万でもいいんですけども、これ税務署に税務申告してますか。確定申告の時にできませんでしょ。なぜかって、今してもいいんです、した時に自由を書かなきゃいけませんよね。何によってこの収入を得たのかって、お相撲の親王朝の代金でしたって書けませんよね。書いたら税務署びっくりですよ。ただご理解をいただきたいのは、お相撲というのは、まあ
年寄り免責だとかそういうもので随分脱税というところでつつき回されてますが、最近それがなくなったというのは、お相撲の協会の事務員の事務長とかね、その辺の少し役職を持っている人たちが税務署からの天下りという事実も確認しておきましょうね。これ本当ですよ。警察からの天下り、税務署からの天下り、だから相撲協会守られているんです。あんまりこれ話すと僕また殺されちゃうかな。まあそういうことがありましてね。ですから、そのまず話は戻りますけども、税務申告をしていないお相撲さんたちは、これは何かというと脱税行為になるわけですね。脱税というのは民事事件じゃないですよ。刑事事件ですよ。刑事事件というのは懲役がつく話ですよ。前科がつきますよ。いいですね。ここは考えておきましょう。いいですか。民事事件って別に交通事故で車ぶつけちゃったとかってそういうレベルの話じゃないですからね。刑事事件っていうのは警察が動きます。この違いです。民事事件っていうのは基本的に和解しましょうというところで終わります。刑事事件は警察が動きます。この差です。ですから私は公益財団法人の団体の職員、またはそこに所属している者たちがですね、そういう不法な法律違反をしている者が、まあ法律違反をする者もいるでしょう。ですからそこには処罰をすることが大切ですけども、その親王朝の部分だけは処罰されずに、のうのうとのたまって普通に野放しにされて生きていてですよ、それが昇進して横綱だの大関だのだとかって言ってですね、下り顔でいるということがなってないんじゃないかというふうに私は思うわけです。もうただ単にそれだけです。まず親王朝のお金は脱税だなというふうに見ているわけですね。いいですか。少ない金額だから税務申告しなくていいとかって言ってるのは、前もお話ししましたけど、ただのその辺の敵屋のコチンピラですよ。いいですか。日本の法律、税法上は基本的に1円でもお金が入った場合はですよ、給与所得以外、自分の給与所得以外に1円でもどこかからお金が入った場合は税務申告しなきゃダメなんですよ、本当は。いいですか。適当なこと言ってるのは節税じゃないですからね、脱税ですからね。よくこういうね、 YouTube とかやってる方たちでね、金額がね、一定の金額以下であれば申告の義務はないなんて言ってるの、それは単なる敵屋のコチンピラですからね。それは学生であれ何であれですよ、ただの敵屋のコチンピラ。そんなものはですね、単なる脱税行為で、最後は捕まります。捕まるというかね、処罰される立場になりますからね。今これだけね、コンプライアンスだとかね、ガバナンスだとかそういうものがうるさくなってきているような中でね、相撲の関係者だけですよ、こんなことやってのうのうとやってるのは。なぜかというと、歴史的にですよ、相撲というのは明治天皇がお相撲が好きだったということで、どうも皇族とのつながりが強い、それと同時にもう政治家って相撲というのはね、時の権力者ずっとですよ、武将についたり、藩主のお抱えになってみたり、そして、軍人のお抱えになってみたり、そして新興貴族の、お抱えになってみたりとかですね、時の権力者に媚びへつらってくっついてきて寄生してたかってきた生き物です。そうやって生き延びてきたのが相撲取りたちです。今だって何にくっついてるかっていうと、富裕層の人とか政治家とかがくっついてますね。考えてみてください。相撲部屋の後援会の後援会長はほとんど誰ですか。みんな自民党の政治家じゃないですか。ね、はっきりしてるじゃないですか。だから政治家がくっついてる、富裕層がくっついてる、ね、ですから相撲取りたちはやりたい放題ですね。いざとなったら警察も手出しができない。白鵬ちゃんと高野岩と春馬富士がやった鳥取のね、石浦校長が経営していたドマーニでのね、高野岩どつかれたっていう事件ありましたね。あれも結局鳥取県警は手出しできませんでしたね。なぜかというと、鳥取県議の浜崎さんという人がね、鳥取城北の石浦校長と懇意で、おまけにモンゴル人の力士に対してですね、非常に忖度をしていたということで、しかもその浜崎県議というのは警察委員長だったわけですね、鳥取県議の。ですから圧力をかけて鳥取県警は手出しができなくなったということなんですよね。ちょっとその辺も考えておきましょうね。
ですから相撲協会、そしておまけに相撲協会というのは外部理事に元名古屋地検の弁護士を入れてますね。こういうふうにしてお相撲というのは守られてるんです。守られてるから手出しができないんです。ここは治外法権なんですね、相撲協会っていうのは。ですけども今ちょっと世の中が変わってくるかもしれません。その時にみんなで徹底的に突き出せばいいんです。そして今何でしょう、天井にいるもの、天井にいるですね、相撲協会の人間たちを地べたに引きずり下ろして身ぐるみ吐くんです。身ぐるみ吐いて白日のもとに全部さらけ出してればいいんです。そういう運動を私はできていければなというふうに考えていますので、まあちょっと過激になるかもしれませんけどもね、まあ私は今後そのようにやっていきたいと考えています。ということでね、よもやま話も終わりました。はい、それではですね、お客様、はい、いつもね、あのお客様ありがとうございます。姉ちゃん見てるか。今日はちょっとね、少しね硬い話をしてしまいましたね。でですね、瀬戸内さんもお元気ですか、ありがとうございます。川原さんお元気ですか、ありがとうございます。愛国さんありがとうございます。松竹さんありがとうございます。ホープフルさんありがとうございます。山田さんありがとうございます。ラララララララさんありがとうございます。昭和男児さんありがとうございます。あとはですね、もうたくさんのコメントいただいているお客様ありがとうございます。もしかしたら僕ここまで話したらちょっと殺されるかもしれないんで、これもしかしたら最後の挨拶になるかもしれないんでね、一応皆様にですね、ちょっと お名前割愛させていただきますが、誠にありがとうございました。まあ、もしですね、私が殺されなければですね、次回からはじゃん、ね、相撲界の裏の裏、またはですね、相撲界抹殺寸前秘密話というところをですね、まあ、過去のネタをですね、過去のネタですよ、現在進行形じゃないです、過去形のネタですけどもね、お話ししていけたらと思っております。まあ、お客様のリクエストがあればですよ。まあ、あと他はですね、まあ、大相撲のタブーな話ですか、その辺もですね、徐々に、触れていきたいと思っていますし、またもう少ししますね、またもし私が殺されなければね、場所に入りますね、秋場所に、秋場所に入っていって、てるちゃんの親王朝とかですね、さあ秋場所にどれぐらい親王朝があるかというのをですね、また数字をいじってで数字を出しながら、ホワイトボードでですね、その日のあった本当の事象をですね、さらけ出しながら、これは親王朝、これも親王朝、これもやっぱり親王朝という形で証明していきたいと思っています。まあ、信じていただける信じていただけないは、これも見る側のね、お客様の判断ですから、どう思われてもこれ仕方ないと思いますけど、私もそれなりに取材を重ねて、ネタにするっておかしいですけども、証明しているわけですから、まあ聞いていただければ公人かなと思っております。さあ、もういいお時間になりました。さあそれではですね、また次回ですね、まあちょっともう今日は9月の8日ですね、水曜日、まあ木金、あと2日もすれば、初日2日目の割が出ます。まあそれまでですね、割が出た時にまたちょっとですね、お話ができればなと思っていますので、ちょっと1日2日ちょっとお休みしますね。ということで、またお会いできたらお会いいたしましょう。それでは皆さんごきげんよう。白鵬ちゃんは親王朝でもお休みなのね、てるちゃんが親王朝ということで、皆さんごきげんよう。